皆様、キラキラウエツガストロノミーの旅もあと7分ほどとなりました。キラキラと輝く日本海、壮大な庄内平野、一年を通し様々な表情を見せてくれる鳥海山の景色など、ウエツ本線沿線の魅力いっぱいの旅を皆様に楽しんでいただけていましたら幸いです。この列車は1階ホームの9番線に到着いたします。お出口は右側です。ここで私、車掌の青木から皆様へ最後のご挨拶をさせていただきます。2001年11月23日の運行開始から長きにわたり皆様からご愛顧いただきましたキラキラウエツは、本日のキラキラウエツガストロノミーの運転をもちまして終了いたします。たくさんのお客様に愛され支えられてきたキラキラウエツに乗務できたことを私自身誇りに感じております。この18年間キラキラウエツはお客様との時間を大切に走ってまいりました。運行開始当初はお客様から喜んでいただけるおもてなしが分からず苦労しましたが、多くのお客様からの励ましやお褒めの言葉をいただき実現できたことがたくさんあります。季節の魅力を最大限楽しんでいただけるようなさざ波ダイヤ、マリンダイヤ、夕日ダイヤでの運行、車内では手作りの塗り絵やポストカード、乗車記念証を配布するイベント、各号車でのご挨拶、車掌の制服、オリジナル改札スタンパー、オリジナルのお弁当、お菓子のプロデュース、思い出してくださるお客様も多いのではないでしょうか。キラキラウエツはお客様に育てていただいた列車だと今改めて感じております。9月29日の定期運行が終了してからも臨時列車として白新線、ウエツ本線でだけでなく広く新潟県内を走り、その間も多くのお客様にご乗車いただきました。キラキラウエツの旅を楽しんでいるお客様を拝見し、私たちも楽しい時間を過ごすことができました。本日運転しています清水運転士からもキラキラウエツの運転士を代表しましてお客様へのご挨拶がございますので、代わりまして紹介させていただきます。ご乗車いただきましてありがとうございます。運転士の清水です。長きにわたり皆様に愛され走り続けてきたキラキラウエツも本日で最後の運転となります。キラキラウエツラストランプロジェクトでヘッドマークや塗り絵など多くの取り組みに携わってきましたので、私自身とても寂しく思います。キラキラウエツの車両は他の車両に比べ高い運転技術が必要で運転することが難しいのですが、その分愛着のある車両です。多くの皆様に支えられて本日ラストランを迎えることができました。大変ありがとうございました。私たちの思いを運んでくれたキラキラウエツ、本当にありがとう。そしてお疲れ様でした。最後に本日ご乗車くださいました皆様はもちろん、ご乗車いただけなかったお客様、そして沿線でいつも応援してくださったお客様、キラキラウエツに関わっていただきましたすべての皆様へ、 JR 東日本グループを代表いたしまして感謝申し上げます。そして皆様の鉄道の旅がこれからもキラキラ輝く素敵なものとなりますよう、乗務員一同心から願っております。18年間本当にありがとうございました。